今夜もテルメシ始まります。テルギーの今夜もテルメシ。はい、皆さんこんばんは。テルギーチャンネル、テルギーでございます。本日のメインディッシュは おでんでございます。おでんといっても大根とこんにゃくとかしわだけのおでんでございます。そしてこれはポテトサラダ酢の物、ポテトサラダでしょうな。これはなんか昆布とか入ってるんですよね。とトマトでポテトサラダ、もう醤油をかけてきます。はい、今日はこれでいただいてみたいと思います。実食。ではまず初めにそのものじゃないの、これなんか昆布入りの糸昆布入りのこういうふうな糸昆布がね、昆布入りのサラダ。これちょっときゅうりとねキャベツとねこの糸昆布を混ぜ合わせた、まあ、和え物ですな。これをまあ食べてみたいと思います。うん、まああっさりしてね、爽やかでございます。はい、爽やかな味。うん、うん、別にまずくはない、うまくもない。でもまあやっぱりうまいかな。どっちやねんって感じですけどね、うん、ポテトサラダもうまいです、はい、だからおでん、大根のおでん食べてみます。ホクホクでございます。うまいな。うわあ、あく。うん。ハフハフっていうような。ご飯もいただきます。大根うまいな。これ菓子をいただきます。暑いですな、まだ暑いな、これ、うん、うん、うまい、
まい。ではこのこんにゃくもいただいてみます。なかなかもんでございます。はい、うまいです、おいしいです。ポテトコロッケをいただきます。コロッケじゃない、ポテトサラダ。これご飯の上の下どうだろう、うまいかも。うまいかもしれません。うん、いけるいける、うまい。さんになったら滑って転びます。はい、用心しましょう。うん、なんかこう痛いんですよ。まあ骨は折れてないけど痛いんですよ。大根うまいな。うん、はい、そういうことでね、滑って転んで大分県ということでね、おいただきました。ではまたお会いしましょう。バッテリー切れです。バイバイ。